ドに向かってるならゼメキスの脇を通ってこの海峡に入る。私たちは今この辺り、エンタープライズの速度ならじきに追いつくはず。灰の大陸南部を迂回する進路は難所が多い上に南東の風だからまずないだろうね。奴らはカンベルを出た後北へ進路を取ったらしい。もうしばらく追いかけりゃ。アインヘリアルを捕捉。掴んだか。このまま前進全速。ミスリル機関を休ませるな。了解。兄さん。総員センターを用意。さあ大一番だ。寄せられたか、ニュートンス。お前と余人をつなげる思念の鎖。あの程度で断ち切れると思っていなかったが、以前にも増して強くなっているようだ。面白い。斬鉄剣にどこまで耐えられようか。あれはまずい。
つを逃がすな。頼む、ジョシュア、持ちこたえてくれよ。ジル、どこにいるんだ。ジル、クライブ、下がってろ。クライブ、どうやって。話は後だ、出よ。立てるか。ええ、大丈夫。キノコの片割れならその力であがいてみせろ。大丈夫か。どうにか。あんな上に。ロシアはどうした。フェニックスか。さて、死んではいないだろうよ。ミュトスを取り巻く思念、一筋縄ではいかないようだな。これでは御方も手を焼かれるはずだ。この世界はほどなく黒に染まる。すべての生きとし生けるものは滅びを迎えるだろう。ああ、貴様の言う通りだ。だから俺は黒の一体を止めるためにマザークリスタルを破壊している。それはお前のなすべきことだとでも。世界が黒に染まるのは必然だ。神でさえ
その脅威に抗うことはできん。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。事態を受け入れろ、ミュートス。神と共に歩むのだ。断る。それでも俺は諦めない。まだ自我に振り回されるか。ならば今ここで己の天命というものを教えてやる。さあかかってこい。ジラ、下がっててくれ。クライム、でも心配ない、頼む。しまいかね。クソ。クライブ。気づかぬか。お前の自我が自身の枷となっているということに。どういうことだ。ミュートス、召喚獣ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテマの。神の力は本来
人の身には余るもの。わずかな光子で体を蝕む。最大限に力を発揮しようものなら、人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざる者へと変貌していくのだ。召喚獣と。それほどに神の力とは強大。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながらそれによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された家。ドミナントたちを喰らい尽くし神の力を得る。それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ、今のお前は自我に飲まれただ喰らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り我が鎧を打ち砕くことすらできない。しかしそれを気に病むことはない。この世界の全ての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々についに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何？神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。全ての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない。そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。奴に生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響。ならばその佐賀を使わせてもらおう。クライブ。残るドミナントはミュトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば手を出さずともミュトス自ら喰らうやもしれん。御方の意向とはいささか異なるが、それが役割であるなら許していただけよ。陸まではすぐよ。走り抜けましょう。ジェル、行けるのか。長くは持たないけどね。
なは無事かしら。エンタープライズは飲み込まれていなかった。きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨ててアルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか。奴の言ったことが真実なら俺は人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしてもあなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。狂った力がたとえどんなものであれいつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り救ってきたわ。違うの？だが多くの人も殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら。子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかも抱え込んでもっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから一番大切なものを忘れてる。あなた自身よ、クライブ。今度は自分のために戦って、あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限りあなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。
一緒に背負わせてくれ。最後の瞬間まで。クライブ。君に誓うよ。俺は最後までこの運命と戦う。君と生きるために。またこうやって月を見よう、一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても私があなたを見つけるって。ありがとう。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。このあとすぐバルナバスを追う？いや、奴とはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきことを。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。一度隠れ家に、まずは体勢を整えるんだ。そして万全に支度をしてから、再びこの地。話を聞いたぞ、クライブ。海が割れたってミドが大騒ぎしてた。みんなよく無事だったもんだ。なんとかな。エンタープライズはロズフィールド卿が？ああ、おじさんに預けてきた。ランデラ近くの港町で補修と物資の積み込みをしてもらっている。俺たちの支度が済む頃には出港できるだろう。あっちもアカシアの対策に追われて
なかなか大変みたいじゃないか。人も魔物も次々とアカシアになってるらしい。おじさんも難儀していたよ。あの御仁のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておく。活動資金の借りもあるしな。すまない、頼む。ジョシュが治療を受けているはずだ。医務室へ行ってみよう。ジョシュ、具合はどうだ？もう大丈夫じゃないわ。いくら外傷が消えても体は疲弊したままなのよ。召喚獣オーディンが相手だったんだ。全力じゃないと戦えないよ。でも歯が立たなかった。今生きてるのだって奴に手心を加えられたからに過ぎない。ジョシュ、悔しいよ。同じドミナントなのにこうも力の差を見せつけられるとね。ごめん兄さん、気弱になってる場合じゃなかった。原初のくさびが人をアカシアにするのなら少しでも早く手を打たなきゃ。それにきっと彼もどこかで戦っていると思うから。ここは。あ、待ってて。どうぞ飲んで。して明かりを船に乗せて御霊を隔離用にお送りしているんです。亡くなったおばあちゃんがそう言ってました。世界を蝕む悪しき存在。私もまたある手間の手駒にされたわけか。いや違うな、つけ入られたのは私。これは全て私の罪だ。この罪を償わねば。怪我の具合は良さそうね。
私の薬よく聞いたでしょ。薬売りか。売り上げはあんまりだけど、毎日の食事はなんとか。すまぬ、今は手持ちが。いいえ、困った時はお互い様。もう行くの？ああ、世話になった。恩は必ず返す。気をつけていってらっしゃい、お兄さん。フェニックス、今こそ我が翼を預けよう。レッサージ卿、無事だといいが。兄さん、すぐにでも灰の大陸へ向かうんだろう。そのつもりだ。なら支度を急がないとね。どこに行こうが止めやしないけど、薬だけは欠かさず飲むこと。若様、いいわね。分かってるよ、先生。話は終わったの？ミド、灰の大陸へはどれくらいかかる？エンタープライズの足なら数日ってところさ。ナルディア海域の詳しい海図をバイロンに用意してもらったからな。ただどこにつけるかが問題だ。そうね。灰の大陸にはウォールド王国がある。停泊しているエンタープライズを狙われたらひとたまりもない。となるとビビアンからウォールドの動きを聞いておいた方がいいな。大先生のところへ行くの？私も行く。その間僕は語り部と会ってくる。アルテマのことで聞きたいことがあるんだ。私も支度を始めておくわ。いろいろ必要になるでしょうから。若様、相当無茶してるわ。気をつけてあげて。分かってるさ。この前は褒めてくれたのに。褒めた？私が君を？やあ、クライブ、待っていたよ。この娘を引き取りに来てくれたのだろう。いや、ウォールードのことを聞こうかと。まさか君もその話だったのか。ドレイクスパインを破壊するため灰の大陸へ向かう。改めて状況を把握しておきたくてな。ウォールードの奴らにエンタープライズを攻撃されたら困るんだ。伝えたはずだぞ。あの国の行動はなかなか表に出ないと。それに輪をかけて灰の大陸のことは知られてないのだ。何せウォールードが建国されてからというもの、まともな国交がないのだから。今の状況下における沿岸の警備網など分かろうはずがない。それでもここで一番詳しいのはお前だ。知恵を貸してくれ。大先生、お願い。わかったわかった、そこまで言うなら教えてやる。それではウォールード王国について特別講義と行こう。この国を知るには建国の英雄にして不老の王バルナバス・ザルムという男について語らねばなるまい。バリス・ゼアの外大陸からやってきた流れ者の彼は、
若くして灰の大陸の諸部族を見事にまとめ上げると、当時最強の呼び声高かったベルダーマルク王国を一夜のうちに滅ぼした。この歴史的事件により、バルナバス・ザルムの名と召喚獣オーディンの圧倒的な力は世に広く轟くこととなる。それが大陸歴843年のこと。バルナバスがウォールードの王となり、老いることなく玉座を守り続けて早40年。近頃の生還ぶりから、かの英雄もついに戦に会いたかと思えば、一変してこたびの大攻勢だ。帰還アインヘリアルを持ち出すと、大軍を率いて勢力を展開し始めた。ドレイクファングにオーク族を送り込み、カンベルをアカシアに蹂躙させる。その進軍目的は、もはや資源収奪とも領土拡大とも言い難い。それでもなお、バルナバス王の指揮で行われた進軍だとすれば、一つだけ確かなことがある。オーク族もアカシアもウォールド王国にとってもはや敵対勢力ではないということ。君たちが乗り込もうとしている場所は、そんな得体の知れない奴らの本拠地なのさ。灰の大陸は黒の一帯の侵食が進み、数えるほどしかない寄港地は警戒が厳重。それどころか沿岸部の多くが海流の影響を強く受けている。波の帆船では近づくことすらできないだろう。だがそんな状況の中でも、我らがエンタープライズは一度たどり着いた。そう、打ち捨てられた黒い砂の渚、静かなる影の海岸にね。君たちからの報告を聞くに、ここ以外の上陸場所は思いつかん。どうだミド、もう一度あの海岸につけられるか。潮の流れが速くてちょいと厄介だけど、うん、なんとかしてみせる。任せたぞ。ありがとうビビアン、助かったよ。今回の講義代は灰の大陸での君の見聞で手を打とう。高額のためにも戻ったらぜひ聞かせてくれ。ああ、わかった。ミド、みんなをラウンジに集めてくれるか。作戦会議だ。俺は書庫へ行ってジョシュアを呼んでくる。はいよ。まさかそんなことが。ええ、兄さん、いいところに興味深いことが分かったよ。以前アルテマを神と見立て、いくつかの宗教を調べたことがあった。その中の一つがジョシア君が追っているものと一致してな。僕と不死鳥教団はフェニックスゲートの地下、典型の間に合った壁画を頼りにアルテマを調べていた。でも壁画が描かれた背景まではつかみきれてなかったんだ。それが今、語り部のおかげで見事につながったというわけさ。マザークリスタルを祭り、かの者を神と崇める信仰、その名はマリアス教。かつて古代パリスゼア全土に広まり、鉄王国の国教、クリスタル聖教の源流ともなった記録に残る最古の宗教だ。バリスゼア全土、つまり灰の大陸にも。灰の大陸には古い城や砦が残ってると聞いたことがある。もしかしたらあの壁画が欠けることなく残っているかもしれない。どうしても行かなきゃならない理由ができたよ。歴史はこうやって紡がれていくか。所在の知れなかった我がシモースの筆録、ジョシア君の手元にあったのは驚いたが、その筆録のおかげで一つの真実にたどり着くことができた。これからもどうか大事にしておくれ。ええ、大切にします。ジョシュア、灰の大陸へ向かう手はずが整った。話をしたい。ラウンジまで来てくれ。わかった兄さん。
かげで黒もエンタープライズに乗ってみたいな。遅くなったね。これからウォールードの王都ストーンヒルへ向かい、ドレイクスパインを破壊する。まずは影の海岸に上陸、そこから陸路でストーンヒルを目指す。灰の大陸は未知の領域、それに状況からウォールード王国そのものがアルテマの支配下であると考えられる。そのため上陸は最低限の人数で行く。俺とジョシュア、それとガブ、同行してくれ。石膏としてのお前の腕が必要だ。ああ、任せろ。後でビビアンのところへ行って地図を確認しておく。ミド、エンタープライズは俺たちを降ろした後、周辺の海域で待機していてくれ。ただし、危険になったらすぐに船を出してそこから離れろ。半分了解、半分拒否。全員乗せるまで絶対引き上げないからな。ジル、君にはミドたちの護衛を頼みたい。ええ、分かったわ。エンタープライズのみんなを守ってみせる。あなたたちが戻って来られるようにね。ジル、君は。みんなそれぞれ支度を。クライブ、お前も支度が済んだら出かける前に一声かけてくれ。ああ、分かった。どうした？何か用でも？お前と話したかっただけさ。マザークリスタルもいよいよ最後の一つだ。いつも通り留守は預かる。思いっきりぶっ壊してこい。ああ、行ってくる。